MIT メディアラボ、MIT メディアラボ、MIT メディアラボは、米国マサチューセッツ工科大学建築計画スクール内に設置された研究所の主に表現とコミュニケーションに利用されるデジタル技術の教育、研究を専門としている。1985年にニコラス・ネグロ・ポンテ教授と元同大学学長のゼローム・ウィーズナーによって設置された。 世界的な建築家のン民兵が設計した校舎ウィーズナービルディングで開校した。2011年4月25日、伊藤実一が MIT メディアラボの第四代所長に選出された2019年9月7日に不祥事の責任を取り辞任。前任はコンピューター研究者のフランク・モスが同研究所所長でった。2006年2月1日から2011年。 MIT メディアラボには約70人の運営管理スタッフと支援スタッフがいる。副所長として石井博史とアンドリュー・リップマンがいる。メディアラボでの研究は学際的な研究に焦点を当てている。中心技術に直接関わる研究ではなく、技術の応用や斬新な方法による統合分野を開拓している。そのためメディアラボのプロジェクトの多くは、 芸術的な性格を持っている。また、仕切りのないスペースに複数のグループが同居し、グループ間の垣根は低い。グループ持ち回りの休憩時間の交流会や、月1回の夜のパーティーなどもあり、コラボレーションの土台を作っている。大部分の研究グループが人間とコンピュータの協調をテーマにしている。これには、従来のユーザーインターフェース、 ヒューマンマシンインターフェース設計も含まれるが、ほとんどのグループはより広い視点からの研究を行っている。グループの中には、知能機械、周りの環境を近くして、使用者の目的や感情を予測し、使用者がより効果的に行動するのを助けることができる機械を作るため、身の回りのものに装置を取り付ける作業をする部門もある。この種の研究には、 テッドセルカー教授の電子投票機械からハイブリッド、検索エンジンに及ぶコンテキストアウェアネスの研究などが挙げられる。またメディアラボでは学習活動にコンピュータの知見を取り入れる研究をしている。これには学習ソフトだけではなく、プログラミングブリックピーコクリケットのような楽しい玩具も含まる。多くのグループが芸術と工学を融合したプロジェクトを研究しており、 新しい道具やメディア、楽器や、その他各種の新たな芸術形態を開発している。メディアラボには、コンピュータの物理的な分野を作業しているグループもある。これには、量子コンピューティングも含まれるが、他の力の応用の研究もある。メディアラボの設立目的の一つは、発展途上国のための技術開発であり、これには100ドルパソコンなどがある。 新進気鋭の研究だけではなく、従来から続く古典的な人工知能のプロジェクトに従事するグループもある。1995年には、日本人コンピューター研究者の石井博が、メディアラボ准教授、後就寝教授に就任したアンジブルビットという概念を提案、その研究を行っている。2013年から2017年には、日本人アーティストのスプニコが、 メディアラボ助教に就任し、デザインフィクションという研究室を設立、その研究を行っている。ラボの主な財源は企業スポンサーから来ている。メディアラボはほぼ100%産業界から賄われていることにおいてユニークである。プロジェクトごともしくはグループごとに財源を受領するのではなく、メディアラボはスポンサーに ラボの一般的なテーマに挙出することを求める。スポンサー企業は次にメディアラボの研究とより自発的なスポンテニアスなやり方で連携できるが同時に企業はラボの教員や研究スタッフの特定のメンバーと構造化された係りによって導かれる。その特定のメンバーはスポンサー企業がメディアラボのスポンサー契約から 最大の便益を得られるように支援する。また、メディアラボは、スポンサーのビジネスとラボ研究の間の提携を作る、ための新しい手法を探求している。さらに、特定のプロジェクトや研究者は、より伝統的なやり方で、NIH、NSAF、DARPA を含む政府機関を通じて財源手当てされている。また、MIT における、他の研究家もしくは他の学部との契約者は、 しばしば共通のプールに入らない資金を持つことができる。2009年、メディアラボは、プリツカー賞の受賞経験がある日本人建築家、牧文彦によって設計された新しい建物に移転した。当初のウィーズナービル E15 と新しいビル E14 の組み合わせには、メディアラボ以外にも、リストビジュアルアーツセンター、スクールオブアーキテクチャープラニング S。 プログラミングアート、アクト、カルチャーテクノロジー、コンディティブメディア・スタディーズにおける、MIT のプログラムが収容されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。